今年のモーターショーで私目線で気になった車を何回かに分けてご紹介させていただきます。第1弾はフォルクスワーゲンのブースから新しいゴルフ7のバリアントをご紹介します。なぜならこれは次に購入しようと思っている車の大本命だからです。水曜日にですね行ったんですけれども、まあ水曜日の平日でも人が多くてですね、非常に撮るのは困難でした。この見えている白い車種は、コンフォートラインだと思います。ゴルフ6の時よりもデザイン的には非常にバランスが取れたデザインになっていると思います。そしてこの青い方の車がハイラインというグレードになります。前に人がいっぱいいて大変お見苦しいんですが、このバリアントの色はですね濃いメタリックの紺色だったんですけれども、とっても品が良くてですねドイツ車っぽくて、とてもいい色に感じました。さてバリアントで一番気になるのが荷室の部分じゃないでしょうかね。僕も荷室の部分を見てきましたけども、やっぱりもうゴルフとは全然当然ですけども違って、非常に広くてですね使いやすそうで、まあフラットでね、かなり遊べるような感じがしました。この荷室の部分はですね前のゴルフから比べて100リットル以上大きくなったそうです。リアデザインもですねゴルフ7と分かるようなオリジナルのデザインになっています。今回はゴルフバリアントの R ラインが参考出品として出されていました。まだ詳しいスペック等は出ていないんですけれども、まあインチ、タイヤのインチや外観を見るとですね、まあマッチョな速そうな感じしますね。このマッチョ感はねいいんですけれども、早く普通のバリアントの試乗をしてみたい、そんな気がします。ということで今回は、フォルクスワーゲンのブースから新しいゴルフ7のバリアントの紹介をさせていただきました。